皆さん、こんにちは。今日のビデオでは、1シリーズの1内の開墾プロセス及び前提の組み方に必要な注意事項について説明させていただきます。箱を開けると、いくつかの基本的なアクセサリーが見えます。リフト、ネットワークケーブル、電源ケーブル、設置ケーブル。今日はこの配置を使用して、1内の組み立てを明らかに示します。フロントパネルは簡単ですが、ハイテクデザインがある。これは H9 のオリジナルケースのバックパネルで21のカードスロットで構成され、出力と入力に空きスロットがあります。ここにコントロールドータカードの場所があります。ここに電源が設置されています。21のカードスロットは入力カードスロット、出力カードスロットおよび MVR カードスロットに分かれています。USDBI の入力カード。インストール中にドータカードをスライドレールに正確に挿入する必要があります。ドータカードを挿入してネジを固定します。2番目のドータカードを取り付けるときにバッフルを取り外す必要があります。ネジはバッフルを簡単に取り外せるようにスプリング設計になっています。同様に残りのバッフルを一人ずつ取り外して、後続のドータカードの取り付けを容易にします。残りの DBI ドータカードを挿入します。4つ HDMI の入力カード。同様に HDMI 入力カードをカードスロットに挿入します。ヒドス 1.2.0 およびヒドス DP1.2 入力カード。カードスロットを合わせてドータカードを一つずつ挿入します。2つネットワークポートの AP 入力カード。カードスロットにドータカードを挿入します。そしてネジを固定します。このようにして、1台のすべての入力ドータカードがインストールされます。次は出力ドータカードです。16のネットワークポートと2つのファイバーポート送信カード。1つの出力カードが2つのカードスロットを取ります。インストールときに左側のカードスロットに合わせてください。出力ドータカードを挿入して固定します。残りの出力ドータカードを一つずつ挿入します。2つネットワークポートと1つ HDMI 1.3 のプレビューカード。カードスロットの位置にも注意が必要です。プレビューカードを挿入し、ネジを固定します。このようにして全ての出力ドータカードがインストールされます。1台本体に1つ電源が付属しています。だからバックアップ電源を追加でインストールする必要があります。バッフルを取り外して電源を直接差し込みます。1台のインストールが完了します。シンプルで便利です。ご清聴ありがとうございます。